第1回ファイトウィズアスホール、空手やってる人って大体ちょっと頭の線が切れてるっていうかなんていうのか、だからアスホールってちょっとバカみたいな、ちょっとバカな人たちと空手します。今日は、空手を学べるということでよろしくお願いします。今日は、先輩に空手を教えてもらうんで一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。ガチンコ、ガチンコ、卑猥な用語ですね、まあ頭脳派の格闘技をお楽しみに。以上です。いくで、ロギー君。おお、どうすぐ歌う。ロギー君、ええ、もっと高く、もっと高く、はい、高く、OK、その前、はい、15、ええ、できるかな、俺。おお、ええ、ええ、あ、低い、すごい。はい、OK、はい、もうヤクザやん、もうそんな。うわっ、はい、やばいやばいやばい、どんぐらい高さ合ってるよ、もうちょっと高めが。あ、いいね、はい、もうちょっときつくて大丈夫ですか。もう大きいやつ大丈夫だね。あ、いいね、はい、やばいやばい、音がやばい、音が、はい、すごい、いきます。はい、うわっ、いいね、うわっ、いいのがいいね。うわ、もっといっていいですか。うわ、ん、ー、やばー、持っていきます。いや、じゃあ折れる、折れる。うわー、こう貼ってたの。あ、いた、こう、こう、ここか、ここか、こう、ここな、うん、低い、こう、低い、ここで、あ、いた、いた、いた。この前ちゃんとできてたのに、あかん、無理やな。あのね、できるだけこの股関節をできるだけ上げて、このここに、あの、できるだけ水平また打ち下ろすような感じで。あ、結構上げなんなあかんですね。はいはい、これぐらいですか。あの、できるだけ角度がこうじゃなくて、はい、こう、横に、すごい、はい、あー、ちょっと良くなった、はい、いいね、はい、えい、いかない、全然大丈夫、全然もっといけます。はい、逆、答え、右足、あ、こう、右の足やね。おー、すごい、こっちはいい、すごい、うん、おー、はい、おお、すごい、おお、すごい、おお、はい、そうです、はい、すごい、ちょっと、はい、あの、ここの股関節を上げることが重要で、上げて、こう、こう、おお、こう、こんな感じ、すげえ威力が、すごい、おお、マジ、すごい、あ。おお、あの、ブレてへんも足が、あ、蹴り方は、これは、おお、すげえ、腰、難しい、まあ、高い、あ、慣れてないからね、はい、いきます。うお、あ、いい、いいよ、股関節をもっとしっかり開いて、はい、いきます、はい、おお、はい、いきます、はい、はい、ちょっとすごいな、ありがとうございます。左難しそう、はい、左もちょっと低いから、うん、もっと高くいきますか、はい、おお、もちろんやっぱ見るのは難しいはずだ、難しいですね、うん、重たいな、いくで、うん、うん、まあまあいい、高いな、うん、もっと大事なのくらい、今のが一番いい、はい、おー、もう一回、はい、開いた、怪我しないで気をつけて、大丈夫、うん、左、はい、左、
左は苦手っぽいね。苦手やね。はい。あいた。無理や。おお。こっちの方がいいかも。すごい。おお。うん。すごい。もうちょっと低いね。おお。いいね。はい。左行こう。こっち多分無理だと思う。いけるかな。いや、そう、はい、スタート。あー、痛い。大丈夫？滑った。はい、次、はい、左の練習だね。まだ練習しましょう。はい、もう一度、今の良かったよ。はい、はい、次。男性、股関節上げることだね。おすごいシュートやな。おお。まあまあいい。ライバン無理やな。あかな。はい。はい。おお。僕飛ばないといけないですよ。じゃあよう飛んでやんな。行きます。うん、おお。重た。痛い。むずいわ、間では。おお。破れる破れる。はい。はい。あ、ちょっと当てんねや。はい。はい。そうですね。はい。おお。あ、寸止めで。難しくない。なんか。ガラ空きやめっちゃ。デートしてるみたい。ありがとうございます。あ、もうちょっと。あ、ちょっとわかんないですね、やっぱ。あ、やっぱこれな。なんかわかんない。ここはやっぱ、ここはやっぱなんか慣れないと。実践練習かな。そうですね。ちょっとこう。あ、感覚がな、そうそうそう、こう、こう来たらこうとか気持ちの入れ替えとかなるほどちょっと怖いですね。でも、いいやくん、行こう。うん、怖っ。おー、無理無理無理、反射神経がおお、いや、無理、ほんま分かるわ。あ、全然無理よ。ねえ、なんかもうじゃあ、交代してください。無理やわ。無理でしょ。もう、この構えられた瞬間でも隙がない。そう、ここやってみますよ。もっともっと、もっと来て、いや、無理無理。1個入ってた、1個入ってた、1個こう来てた。あ、来てたっすか。むずい。もっと本気で来て。もう、隙がない、もうこの時点で。もっと、もっと来てやん。やっぱ、経験、あの、大会出た人はちゃうもんね。今1個入ってた、今1個入った。無理や。2個、2個入ったわ。すごい。2個本気やったら入ってた。すごい、すごい。はい、こちら。お疲れ様でした。あの、初めて空手やったんですけど、あの、パンチっていうのはすごく相手をこう殴るっていうイメージが強くて、すごく苦手でした。でも反面蹴りはなんかスポーツ感覚でスパスパっていけたんで、ちょっとなんかもっとやってみたいなと思いました。ありがとうございました。空手、空手でした。うん、空の手、うん、あ、やっぱ手を使ったらいけないんかな、空やから。ゼロってことかな。
いや、ボール反対。今日初めて空手体験させてもらいました。すごくおもろかったです。もうこれからまた続けていこうと思います。お願いします。そうだね、でかい選手、それからもっと他のスポーツで結構有名だった人、なんか経験者、運動も結構やってた子でね、犬集まったからまたやりたいですね。お願いします。はい、OK。 おお、すごい。おお、すごい。ボクシングなってな、ボクシングなって。はい、おお、はい、OK。 おお、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 いいね。